もしもし。もしもし。聞こえてますか？聞こえてます。はじめまして。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに何されてましたか？生ライブ見てましたよ。ずっと見てくださってましたか？ずっと見てます。テンション高いですね。眠いところ頑張ってますね。お眠のお時間ですか？まだまだこれからです。まだまだこれからです。ラップみたいに言ってみた。ちなみに年齢とかお住まいとか。ちなみにお父さんとかお母さんは何歳ですか？うちのお父さんは今40の何歳だっけ？親不孝で申し訳ないです。うちのお父さんに謝りたいです。じゃあお父さんよりちょっと上です。マジか。はい、ちなみに長女は6月に生まれです。少女？うん、最初の子供、女の子。あ、長女。お姉さんね。少女って聞いちゃったよ。下ネタ好きなんで我慢してください。日本の親父は大関係。でもプライベートで休んでるところ下ネタ言いに来たらムカつくから。全然ムカつかないよ。そうなんですか？大丈夫です。あと質問があります。はいはい、どうぞ。ナココさんに何かプレゼントを贈りたいときって何か方法はありますか？それは今はまだないですけど、まあ作ってみようかなって思ってはいるんですね。それ作ったら、まあ、はい、YouTube で告知しますけど、ちなみにプレゼントって何ですか？下ネタ関係。エッチなやつ。それって何ですか？リクエストしてくれればそれを送ります。はい、いやそんなこと言ったら私、いやこれはさすがに言えないな。これは無理です。言えません。我慢します。我慢してください。我慢しますので YouTube で見せられるものならまあ全然いいですよ。ちなみに好きなキャラクターとかは？キャラクターってアニメとか。アニメでも大丈夫。私はナルトくんが好きです。ひなたちゃんに奪われたけど。そういうことね。奪い返して。いやもう無理です。もうボルト君生まれちゃったし。あ、そっかそっか。もう幸せになることを祈ってる感じです。そうですか。ほんと辛くて、結婚式の劇場版でしたっけ、あれ出た時には私もう3年ぐらい見てませんでしたね。3年過ぎてから見ました、後で。それが出た時にはもう辛くて、はい、見てませんでしたよ。韓国って整形してる人が多いけど、ナココさんは何かやってます？整形ですか？はいはい。私はしてませんね。まあどうせ仮面使うし。でも想像するにかなり美人なような気がしますけど。いやー、まあブサイクの方ではないですね。あ、やっぱりね。いやー、でも美人の方でもないし、まあ普通かなって感じです。でもモテるでしょ。モテないですよ。全然外出ないし。でも会社も行ってるでしょ。もう会社行ってお家帰ったらそれっきりです。そうなんだ。ちなみに日本のハードロックでラウドネスって知ってます？ラウドネス知ってますよ。あ、なんか弾けます？いや、リクエストでもらった曲がありまして、それで名前は知ってるけどまだ曲は聞いたことないですね。ぜひ聴いてください。好きなバンドですか？好きなバンドですね。去年もライブに何回か行って、でも絶対ナココさんだったら引きこなせますよ。いやー、頑張ってみます。はい、期待して待ってます。期待するって演奏のことですよね。そうですそうです。演奏じゃなくて大丈夫よ。いやー、じゃあもう衣装は裸以外には全部 OK な感じなので、私的には。はい、もうちょっとデビルマンは衝撃的でしたけど。それちょっとやりすぎな感じでしたか？どうですか？ギターの自何でもあり。はい。行ったな。行きましたよ。何でもあり。行ったな。日本のファンはみんな期待してると思いますよ。でも韓国の方たちはやりすぎなんじゃないかってちょっと言ってますよ最近は。いやでも見せる価値があって。それですよ。見せてもいいですけど、見せたらだんだんエスカレートしちゃって、もう最後にはもう裸しか残らない感じになっちゃったら、もう皆さんにとってはもう見るもんがないんじゃないかって、ずっと同じレベルのこの衣装ばっかりアップロードされたらもう飽きるんじゃないかなっていう悩みはあるんですよ。いや、絶対に飽きないと思います。そうなんですか。飽きませんね。言ったな。言いましたよ。じゃあなんか言われたらトシさんのせいにするから、もうそうしてください。責任は取ります。責任取ってくださいよ。取りますよ。マジかよ。マジです。日本に引き受けますから。私のことを日本で引き受けるっていう。そうそう、大切にしてもらってますから。じゃあ私第3の娘に入れてもらえるかな。 もちろんですよ。いやいやいや、娘に何する気だよって。いやいや、娘は何もしませんよ。私が娘なら何もしないんだ。もう何もしません。わかりました。悪い虫がつかないように。私日本と韓国と両方登録者の方が多いんで、そのバランスを保つことがちょっと難しいんですよ。今はどっちが多いですか？今は日本の方が多いですけど、日本の方が 60% ぐらいで、韓国が 30% ぐらいありまして、あとの 10% は他の国みたいな感じですけど、この日本の方たちがもっと多いから、私的には日本人に合わせた方がいいんじゃないかなっていう考えはあるんですけど、さすがに私は韓国人なんで韓国の人の意見も聞くんですよ。聞いてみたら日本と韓国の意見がちょっとだけ違ってきて、そこが難しいんですよね。日本はこのままで大丈夫みたいなことが多いけど、韓国は実力に行ってくださいみたいな。わかりますか？実力。だからエロに走らないでくださいみたいな。結構きっちり分けちゃって、真面目路線の時は真面目、もう遊ぶ時は遊ぶっていう形で、はいはいはい、きっちり分けちゃえばいいんじゃないですかね。なるほど。私も韓国の人たちの意見を参考にしてたまにあげるんですよ。その真面目な服装でたまにあげるけど、再生数とか全然伸びなくて、これやっぱり脱いだ方がいいのかなって思って、また脱いだらこれやりすぎかなって思って、またこう服着るってなんだよ。服着たら下がっちゃって、それの繰り返しです。もう今そういう感じです。実力だったらもう真面目バージョン8割で、もう砕けたの2割ぐらいで真面目路線を多くした方がいい気がしますけど、ただ日本の親父たちは下ネタの方が盛り上がると思いますけどね。なるほど、そういう感じでですね。参考にしますよ。下ネタだけだったら飽きちゃうけど、はいはいはい、これだけのギターの腕があれば絶対そこがあるから、みんなエロだけじゃなくてちゃんと尊敬したエロで見てると思いますよ。たまには私どうせ顔も出ないしエロでもいいんじゃないかなって思ってやってるけど、さすがにエロだけにしたらもう私がこれだけ頑張って練習したのに全然演奏を見てくれない気がするので、そこはまあ私がバランスよく取ろうとしてますね。自分がね、最初にね、どんな服を着ててもギターのテクニックを先に見ちゃいますね。で、あ、すごいなって思って2、3回見た後は一応下地もネタに行ってますけど。ありがとうございます。でも両方とも見た方が私的にもいいです。そうだから今は自分を信じて自分のやりたいことをやった方がいいと思います。わかりました。ありがとうございます。いや本当は視聴者さんたちの悩み相談とか聞こうと思ってたけど、私が悩み相談してるっていう。それはなかなか面白いと思います。ちなみに最後に言いたいこととかありますか？いやもう本当体に気をつけて頑張ってほしいなっていうと、はい、無理だけはしないように。ありがとうございました。はい、失礼します。